えい、はい、始まりましたね。始まりましたね。見えましたねじゃないよ。たどたどしい感じで。たどたどしい感じでって、もう今年終わりますけど。まあもうすぐ終わりますよね。はい、どうでした？今年ですか？いや良かったとは思いますよ。やっぱり良くないよ。いやよくありますよ。ちょっと何も変わんなかった。ちょっと変わってますよ、こう昔に。まあこんなね、 1月の俺と今の俺を見たら絶対今の俺の方がいいっていうふうに言いますから、みんな多分。ないですよ。いやありますよそりゃ。まあまあそれもじゃあ含めてちょっとしっかり今日はちょっと言ってきましょうじゃないですか。何ですって。しっかり言ってきましょうじゃないですか。何です。今年あったこと。今年あったこと。まあそれちょっと早いじゃないですか。まだ早いですよさすがに。ちょっと今年やるのは。いやだってもうあと 2回、あと2回ですから、ね、確かに。それ言っとかないと。言っとかないと。まあ、言うことありますよ、たくさん。今年やり残したこととかね。まだまだね、ありますから、今年も3週間ぐらいは。だからまだまだありますよ。それ確かに。なるほど。じゃあ、そうなんのか。はい。髪長いな、確かに。こう考えると。髪長いな。僕、だ髪の毛の話はまだいいですよ。まだ、あの最初のタイトルコードがまだ終わってないじゃないですか。まあ、すいませんよ。そうやらないと、あの、今年じゃ落ち着かないじゃないですか、タイトルコード。だから来年のちょっと軽い抱負だけでも、ちょっと軽い抱負ですか、パッと、まあ、テレビに出てこない、ダイス。これはだけはまず報告したいんですよ。ちょっとうちフェイスブックが壊れたんですよ。ちょっといやもうそういうのいいでしょ。いやいやいや、これはちょっと写真だけでインパクトがあるんで、これだけは。家から駅どころか、はい、写真があるんですよ。ちょっとこれ僕さっきあのこのフェイスブックで今日はありがとうございましたって打とうとしたんですよ。その見てもらってみたいなことを書こうとしたら、あのこんな感じ。別にこれあの僕がちゃんと一文字一文字書いたわけじゃないですよ。それ書いたんですよ。いや書いてないですよこれ。普通にその今日のこのニコこのねウィキペディアのことをそのフェイスブックでアップデートしようとして、あの本日はとか、あのお時間ありましたらとかやったら、なんかこんな感じになっちゃったんですよ。かゆまってて、バイオハザードのあれじゃ飼育係の日記のやつじゃないですか。それ違いますよ、まあ、これはなかなかでしたよ本当に。これはフェイスブックがというよりかは、はい、多分スマホの問題じゃないですよ。いやところがですね、あの他のアプリだと普通に打てるんですよ。いやだからじゃあ Facebook だけがこうなっちゃったんですよ。そのじゃあ何かを打とうとして打ったやつがまとめてブワーってきたパターンですよ。だから別に変な文章がどうとかじゃなくて、はい、あ動かねえな動かねえな、動かなかったんじゃないですか。動かなかったのもあります。でもだからそれを動かなかったうちに打ってたのが全部ブラッときただけの、そんなのね、あのパソコンでもよくあります。そうなんでもよくあることだから。俺もだから一回だから、あこれは落ち着いて打とうと思ってちゃんと一文字一文字打ってもあれです。あれ4回目ぐらいですよ。一回一回ちゃんと削除して全部溜まってたんですよ。いやそんな溜まんないでしょ。溜まんない。パソコンだってね、はい、あんなさもう昔の時代ですよ。はい、キーボードも反応しないからって打ちまくると後から全部それが打ったことになって出てくるんですよ、うん、それと一緒の現象なだけであって何も珍しいことではない。クソつまらないよ。いやいや一回ちょっと電源切って、うん、電源切って再起動かけてもそれでしたからね。ちゃんと電源切って、打ったのが全部溜まってて、ああ動かねえな、ああだこうだっていうのが全部溜まってて、ああなっただけで、うんね、あったかも怪文書みたいにやってますけども、うん、怪奇現象みたいに全部あなたが打った文字ですから。いやいやいや、あんな感じで文字打たないですよ。いやいや、じゃあ誰かあんな感じになりました？なるなるなる。Facebook 限定ですよ、だって。なるなるなる。いや、それはそのアプリの重さの問題ですから。ジョブズさんはどうしてくれてるんですか、うん、本当に。関係ないけど、そのアプリが重かったっていうだけであって。
他のアプリだと別にスムーズにいくけど、はい、Facebook だけなんか反応しなくて、打ったやつが全部まとめて出てきたっていうだけの話です。わかりました。じゃあちょっといかにこと、うん、というかこれはありなのかっていうことをちょっと一個久しぶりに何ですか。皆さんの新宿のあの地下街とかその最近あの駅の、また駅？駅で、駅じゃないです、あの通路です、通路。あそこって結構その最近あのタレントさんの等身大のあのパネルみたいなの結構設置してるとこ多いじゃないですか、地下のところに、うん、まあそれはありますよね。あの駅のそのとこにあの結構そのまあジャニーズの方とかあのジェイソールブラザーズの方とかすげえでっかいこう看板みたいなのあるじゃないですか、今駅のところ、まあ、あるとして早くなります。あれをみんなこうなんか記念撮影、あたかもその人と一緒に撮ってみるかって撮る人がいるんですけど、まあまあそれも良しとしますよ、別に。それはあの皆さんやっぱね、あの憧れのタレントさんと一緒にこう撮れてそれはいいじゃないですか。でもあの友達に撮ってって言ってあのこうやって友達が結構こう距離を置いてやってる時、なんかここ通ったらなんかちょっと何こいつみたいに思われた。それどうなんすか。しかも結構離れてるからここをそれは普通通らない、通らないようにするとかなりこう、わかります、かなりこう遠回りしなきゃいけない、そこまで離れないと思います。いや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 っていう、その本来だってあそこは公共の通路じゃないですか。だって写真撮って、ね、ああいいんじゃないですか、公共の通路だからってわざわざ前を通ればいいんじゃないですか。いや前を、いや僕だってさね、うん、僕は避けますけどね。いやそんなアップで撮るのってよ、いやこれこんぐらいだったらいいですよ、これ自撮りで。あそこまで行ったらもうマナーの問題ですから、はい、ね、ルールがルールがって言ってても、はい、ね、人が写真を撮ってるんだから避けるのが普通ですよ、はい、普通ですか。それをじゃあここは道だからって行くんだったらまあそれは行けばいいんじゃないですか。うわ、うん、うわちょっと待ってくださいよ、ちょっとなんか俺がなんかダメだ。いやいやだって別にちょっとそこと歩けばいいだけの、いや全然ちょっとだって俺だってこれですよ、わかります、俺が、そんなに離れてないよ、かなり離れてるんですよ。そんな人だから、要はメンバー全員のを撮りたいんでみたいな感じでみんな引いてるんですよ、こんな風に。いや、そりゃあねっていう話ですよ、本当に。いや、そうやっていちいち考えるぐらいだったら避けて撮った方が楽ですよ。楽ですか、うん、そうやって今怒ってるわけですよ、いちいち。まあ、怒ってるとか、ね、そのことに対してああだこうだって思ってるわけ、はい、だったらちょっと遠道したら楽じゃないですか。その方が自分にも楽だと思いますよ。わかりました。じゃあ今度からそうします。そこにいちいち目くじら立てることの体力の方がもったいないと思う。おー、そうきますか。うん、何でさて怒ることないんですか、そういえば。もう、みんなバカだと思ってますから。それはそれでなかなかの、なかなかの爆弾発言ですよ。みんなバカだと思ってます。いや、そんなチワワに怒っても意味がないですよ。チワワに怒っても意味がない。チワワに怒るやつってバカでしょ、だって。まあまあまあ、普通、そうですね。チワワに噛まれて切れるやつって大体バカじゃないですか。まあバカですよね。チワワがはしゃいでて、はい、怒る方がバカですから、はい、うん、それはそうですよ。そういうことなんですか。でもバカだからみんな、みんな、うん、みんなチワワだから、みんなチワワ。そこに怒ってもなんでさんの見えてる世界はそういう世界なんですか。みんなチワワに怒っても意味ないですよ。うわ、こっちがバカになります、はい、チワワだからしょうがないですよ。そういうバカな人種なんですから。何も考えてない。あ、チワワなのに人種、違うなのにというか、じゃあそのね、透明で撮るやつだって別に周りのことを考えずにそうやって撮ってるようなバカですよ、はいはい、うん、そういうバカにもうしょうがないですよ、そういう人種なんですから、うん、まあ、確かにそうですね、その時点でバカなんだから、うん、何さ、世界はそういう風に見えてるんですか。チワワに、みんなチワワに見えてるってことなんですか。チワワだらけですよ。チワワだらけ。じゃあちょっとチワワの話してくださいよ。だったら別に人間に怒った話じゃなくて、チワワがはしゃいでた話を観察日記ちょっと言ってくださいよ。だったらチワワがはしゃいでた観察日記。いや、チワワという名の人種が、いや、そんなのいくらでもいるでしょ。その写真撮ってるやつだって、はい、まあまあチワワといえばチワワですね、うん、確かに。チワワに怒っても意味ないから、まあ確かにチワワだったら可愛いんだけどね、うん、いや、いいんですよ、その、そのなんかやむを得ないじゃないですか、チワワっていうのは。まあ、チワワは例えばその写真撮ってるやつも、その人にわざわざ悪いことをしようとは思ってないわけです。だからチワワも、ね、甘噛みしたり吠えちゃったりするのは別に迷惑かけようと思ってやってるわけじゃない。まあ確かにそうですね。確かに、でも噛もうと思って噛んでくるチワワは蹴り飛ばしますよ。
悪意があればってことですね、うん、なんかやってやろうというやるチワワは蹴り飛ばしますけど、そうだね、本当のなんかやろうとしてないチワワに怒ってもしょうがないなという、そのバカなんだから。その蹴り飛ばすチワワってのは本当のチワワってことで大丈夫ですかね。チワワ本当のチワワじゃないよ、今ずっと例えの話、例えの方のチワワです。チワワみたいなやつが、はい、もうバカなくせになんか噛みついてきたらそれはもう全力で蹴り飛ばす、全力で蹴り飛ばすです。 それ例えじゃなく、いや、だから例えの話をしてるんじゃないか。本当に蹴る、あの本当に蹴る方じゃなくて、ね、世間的に蹴るように、うん、でもただキャン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 吠えてるのが周りにはうるさいよっていうか分かってなく、はい、吠えてるチワワに怒っても意味がないっていう話で、はい、だからその写真を撮ってるのももう分かってないから、はい、そいつらは、うん、周りにこんだけ迷惑かけてるっていうのも分かってないから、うん、まあ、そこに怒って もうそんなやつらはもう自然に、はい、もうね、跳ねのけられてくから、うん、どうせ伊藤さんが怒んなくてもどっかの親父が切れるよ。どっかの親父切れますよ、うん、チワワにも切れる親父いるから、ね、そういう人がどうせ切れるから、はい、確かに、ね、大人がいちいち切れる、もう構う必要もないですよ。わかりました、すいません。そんな奴らは、なるほど、ね、どうせね、もう心の小さい親父が切れ始めるから、そういう切れ始める、まあまあ多分ね、うん、あのみんなのこと考えろって切れる人いますよね、多分。チワワにも全力で切れるやつ、チワワ絶対いるから。まあ可愛いは可愛いんですよね、チワワ。さすがに例えてチワワになれるぐらいの可愛さは持ってるってことですか。いや、全部全部チワワ絶対可愛くないよ、うん、例えで言ってるから、チワワみたいなやつっていう、あ、頭ですよ、あの頭の方がってことですか。頭だから、もう別に容姿のこと言ってない、中身のこと言ってる、中身のこと言ってるんです、うん、容姿のこと言ってないよ、うん、見た目可愛いねみたいな、そんなこと言ってないですよ。そんなことは言ってないんですね、うん、なるほど。そんなね、もうチワワにかまってても意味がないですよ。そんなこと言ったら、はい、今頃、はい、僕は伊藤さんを20回ぐらい刺してますよ。いや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 、本当にそんなにチワワにも怒るのかってなると、はい、20回どころじゃないの、なんかやりました、ね、50回ぐらい刺してるかもしれない。いや、そんなに僕なんかしましたっけ。これはチワワと思うからこそ我慢できるわけですから。いやいやいや、俺そんなやってないでしょ。本当に、その全てを分かったような話題しないでくださいよ、急に。本当そういうことですよ。いやいやいや、俺そんなにっすか。伊藤さんもだって、キレられるでしょ、そんな感じで生きてたら。まあ、キレられる、先輩とかに。先輩キレられる、まあ大体まず一回キレられますね、先輩には。ね、ああで、あ、こいつはこういうやつなんだって分かると、もう嫌いられなくなりますね。だからやっぱチワワと気づくのに、はい、その先輩はじゃ遅かったということです。遅かったんです、ね、一回人として見てしまったんでしょうね。うん、人として見たら俺多分50回ぐらい刺してる。人として見たらって人として見てくださいよ、ちゃんと。うん、嘘、50回ぐらい刺されてる。見た上で刺さないでくださいよ。見た上で刺さないでくださいよ。チワワとして見れるから、うん、まあしょうがない。もうこういうものだから。いや、ものって。見れるわけです。いやいや、僕なりに頑張ってきたんですけどね、ちゃんと。いや、それはだってそうだよ、チワワだってチワワなりに頑張ってますから。今年1年本当にちゃんと生きてますから。チワワだって1年頑張って生きてますから。頑張りましょう。一緒一緒、うん、一緒ですよ。だからじゃあワンクッションやっぱ先輩には怒られるんですか。まあ大体 どういうことで怒られるんですか。なんかね、ぼーっとしてるとかね、あとなんか急に入ってくんなとかね、そういう感じですね。まあ基本的に自分のペースで物事進めようとすんなみたいな。人として見ちゃってるんですよね、人として見ちゃダメな人種なんですよ、伊藤さん。俺か、俺か、うん、だけどチワワとして見れば、はい、可愛い方になるんですよ。可愛い方になる。こんな得なことないじゃないですか、うん、はい、人として見たらマイナスでイラつきしかしないんですけど、チワワとして見たらちょっと賢い方になるんですよ。チワワ、ね、こんな得なことないじゃないですか。俺人として見られたいっすわ。いや、でもそうなったらもう5、60回刺さるの。何5、60回って、そんなに、何ですか、だって人刺さない人じゃないですか、だって多分。それはもうすぐチワワとして見ちゃうから。チワワとして見ちゃうから、うん、いやいやいや、チワワはいちいち刺さないから。マジっすか。でも得な方、得な方、人として思われるよりかは、うん、ありますけど。難しい、難しい。得な立場だと思います。
でも来年はなんとか人として見てもらいたいですね。だいや、損しかないですよ。損しかないの本当に。いやしかないことはないかもしれないですけども、うん、それはもう、あの、もう生まれつき決まってるんで。だってもう、人としてみたいだと、チワワがだって、あの、成長したのはやっぱ大きくなるじゃないですか。で、人にもなるかもしれない。あ、あいつ、どうせあいつチワワだろって見られちゃうと、人として。いや、でもそういうもんなんですよ。人はもう生まれつき、こいつチワワか、こいつ人間かっていうのはもう決まってるんですよ。決まってるんですか、そんな。今だって、平成ですよ、だって。そんな、生まれつき。もうチワワ、いや、生まれつきで決まるっていつの時代ですか。だって今もうね、時代関係なく飛行機が空飛ぶ時代ですよ。昔もそうだったと思いますよ。いや、昔はそうだったんですよ。今はだってもうね、そういう、もう昔もそうだった、こうなんか何もかもなくなってる時代じゃないですか、そういう。 CM ちゃん、はい、来年はちょっとあの人になりたいという欲を捨てていきようかと思います。うん、ではまんまでいいんじゃないですか。はい、わかりました。その方が得だと思います。まあ、じゃあいいですよ。私はじゃあそれでよしとします。ラジさん、でもじゃあ今年1年どうなんですか、振り返ってみて。今年1年、うん、なんか結構な、まあちょこちょこテレビにも出てらっしゃったし、あ、まあ去年よりは今年確かにそうですね。今年、そうっすよ、この、まあそうっすね、いろいろ出させてもらいましたね。だから、そうですね、あの、言ったら結局、はい、全部、ピアスでしか、ピアス出るしかないんですよ。だからもうネタやめて、はい、もうピアス開けまくって、やべえやつという枠で行こうかなと思ってます。はい、それ大丈夫ですか？吉本さんは大丈夫なんですか？吉本はそんな関係ないですか？関係ない、そんな構われてないですか？はい、名乗らないでくれって言われてる吉本さんも大丈夫なんですか？別にそんな重要視されてないですか？重要視されてない、うん、まだ開ける余地あります。でもいや、もう開けてやばいなこいつっていう。だってあの変な話、見えないとこ開けてもしゃあないじゃないですか。そんな巧みの技見せても、その、うん、テレビはだって見えるとこしか 見せないじゃないですか。あ、もうやばいぐらい、あ、もうこ来年はもう多分倍になってるかも。倍、うん、来年はちょっと、ね、今まあ40何個ぐらいですけども、来年はもう100目指して。だってもうないっすよ。だってあともう背中とかにやるんですか、うん、どこやるんですか。だって時代も顔だけで100っていうのがやっぱね、おもろいんじゃないですか。いや、だって満員電車乗ったらそのぐらいの方がね、はい、うん、やべえな。だって満員電車の方がすげえ痛いじゃないですか。まともにネタやってたって無理だよ、こんなもん。いや出れるわけがないよ。出てる人は出てますよ。日本一になりゃ出てますよ。出てる人は出てるよ。マイナスなんですから。マイナスは、目立つという点においてはプラスだと思うんですよ。絶対だって一目見たら、まあ忘れないじゃないですか。目立つという点というか、やっぱね、そのオーディションとか行っても、例えばネタの中でね、いや、この間オーディション行ったんですけど、プロデューサーさんに言われましたと。いや、君はまず笑っていい人種かどうかわからない。それネタに組み込んでるんです、はい、でそういうネタをオーディションでやるじゃないですか、はい、さあやっぱプロデューサーだから、うん、やっぱそこなんだよねって言われるマジで言われるっていう、はい、ネタじゃねえのかよっていう。いや、まあ、ね、いや、あのネタで言ってたけどマジでそこなんだよねって言われたら、もうこんなもんネタをやる以前の問題じゃないですか。まあ、そこはだって
ネタをやる意味がないんです。でもそこら辺はでもリスクは織り込み済みじゃないですか、さすがに。織り込んだネタですよ、はい、ちゃんと自虐で、ちゃんとじゃないけど、ちゃんと自虐でっていうのも。でもやっぱ顔がまず笑っていいのかどうかわからない、はい、ってなるとやっぱもうマイナススタートすぎて、普通にあれつかみやんないですよ。この笑っていい人なんですよみたいな、まあ、漫才師の方はやるじゃないですか。ちょっと一人あの神にならないんですよ、ね、すっとんきょうな人と自分で自分、まあ、だったらもうねぶっ飛んでやべえやつということで出た方が早いんじゃないか。いや早いかもしれないですけども、いいよ、その方が早いですよ。そうなりますか、2017年。いやなっちゃいますね。その方がもう自分も楽ですし、楽っちゃ楽でしょうけど、うん、ピアス開けるの、この倍ってするともう開けるし、もっと派手になるでしょう、ね、そっちに行っちゃうんすか、ね、やっぱ抑えてた方だから今まで。えぇ、やっぱ芸人というその笑えませんって言われるから、はい、抑えてた方ですから。これがでも今もうちょっと解放された感があって、あ、もういいやね、そんな笑いのこと気にしなくて。結構ちょっとやべえ、やべえ、やべえ感じじゃないですか。もうやりたい放題でいいんじゃないかと。もう来年そうなるでしょうね。来年そうなるでしょうねっつって、うん、多分やばいことになるかもしれない、うん、今だってそんな変だし、あのまあまあ客観的に見たらまあ、うん、やばいかやばくないかで言ったらまあやばいじゃないですか、うん、まあ、もっとってことですか。いやもうやりたいぐらいこの溜まってた抑えてた部分が解放されるんで、なんかプラン本当にあるんですか。ただ倍にしたらどの辺をとかあるんですか。倍そのまあいろいろですよ。その格好もそうですし、格好もそうですって、これで抑えてるって部分があるわけだから、その笑えない笑えないって言うから抑えてたけども、まあじゃあちょっとやりたい放題やろうかなと、うん、やべえやつの方がいいんじゃない。やべえやつでもテレビ出れないっすよ。いやそれで出てるから、うん、そっち方面でしか出てないからっていう話ですよ、うん、出れないとかじゃなくて実際そうだから、まあまあ、うん、今まで確かに今年出たピアス芸能人1位。そうです。だから結局ね、やりたいことは出てからやれっていう話なんですよ、うん、やりたいことをやって出るのなんてやっぱ遠道なんですよね、うん、それはねもうどの社会でもそうだと思います。そうですね、やりたいことをやりたいんだったら我慢して上に行ってから、そういう、それはもう芸人に限らず全部そうじゃないですか、うん、急にやりたいことやってたらただの遠道でしかないんですよ。遠道でしかないですよ、そんなの。出てからの方がいいの、確かに、うん、でしょ、うん、じゃあ何で最初に出るかって言ったらもう一番使えるのがピアスなわけですから、まあ、ランニーさんにとってはそう、まあ、だって実際はその変だし、あの本ランニーさん個人としてはいいんですよ。ピアス開けることが苦じゃないんですよ。あ、もう売れる、開けまくりたいよ。売れるためにこんなやりたくないわ、痛えなっていうのは、ね、本当に好きなんですね。本当に好きなんですね。ピアスがというかもう、あ、まあいつも言ってるその、ね、改造人間になりたいっていうあの願望ってことですよね、うん、どんだけぶっ飛べるかっていうのはありますから、うん、人ではない何かになりたいっていう、あれ本当だ、本当なんですか。たまに人ではないっていうことではないですけども、ギャンだけどやっぱり好きなものが、はい、そのヒーローとか、はい、なんかね、いろいろ好きなキャラいるじゃないですか。まあまあいますよ、いますよ。ゲームのキャラとか、はい、そういうのかっこいいと思っちゃうんで、ゲームのキャラのなんかぶっ飛んだやつとか、うわめっちゃかっこいいなんて思うて、だってそれになりたいっていうだけの話ですね、はい。いないですか、だってゲームキャラとかアニメキャラとか、うわ超かっこいいみたいな、こんなんなりたい、なりたいって、いないですか。まあでも漫画のキャラだよ。ただそれに近づきたいっていうだけの話ですからね。でもこんな人いましたっけ。でもいやだからまあ別にこれじゃないですよ、こんな感じとかあんな感じとか、こんなキャラかっこいいなとか、自分でそのあえて自分の体でなんかまあここにいるんだみたいなのを出してるっていう、そこってことですよ。いやじゃなくて、だから単純にこういうキャラが好きだとかですよ、うん、どうで
それもうダルシム、まあダルシムですよね。まあ、だからこれに、これじゃないですよ。ああこんな、これ、これもいいし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 。いろんな要素が入って、入ってこれなんですね。こういうのいいな、こういうキャラいいな、ああこういうのキャラのつけてる、この、なんかポーチいいなとか、そういう話ですよ。別に こいつだけになりたいとかじゃないんですよ。そういう話、要はもうそのゲームとかもともと好きだから、はい、オタクで、はい、そういう話ですよ。でもどこに、そういえば言ったらどこにそのギャバンの要素も入ってるんですか。ギャバンは単純に改造人間、改造人間、その見た目とかいうよりとは改造人間、改造してるっていう。そうでも強くはなってないですよね。そういえば今思ったんですけど、何ですかこれ、多分やることによって。いやだから別にギャバンならギャバンじゃなくて、ギャバンじゃなくて、だから言ってるやん、さっきから言ってます、怒ってるじゃないですか。いろんな要素ね、チワワなのに俺、ギャバンはギャバン、はい、うん、そう改造人間、詰め込みすぎると大変じゃないですか。大丈夫ですかそこは。いやそこはこっちの問題だから、うん、いや見てる方、見てる方は喋る話でもない。いや見てる方は見てる方、うん、あの詰め込みすぎて大変だったらもうやめてるから大丈夫です、うん、いや こっちは心配される話でもない。出たいんだったらその見る方の子供、見るもあれこれちょっと詰め込みすぎじゃないって変な心配じゃん。いいんだよそんなもん。だから別に自分のやりたいようにやる方がいいっていう話ですから、うん、そんな心配、誰かが心配してるんです、まあ、どうでもいいんです。どこでもいいんですか、うん、どうでもいいんです。誰こんなん見たら誰が心配するだろう。そんな次元の話じゃないんです。次元の話じゃないですね。じゃあ大丈夫です、すいません、あのすいません、ちょっと出過ぎた真似をしましたね。え、チワワごときが、はい、ウーパールーパーだよ。ウーパールーパーだったらチワワ以下でしょ。だって両生類じゃないですか。だってウーパールーパーだよ、何も考えてない。陸上じゃ暮らせない人でしょ、あいつ。あの人すぐ死ぬやつ。まあいいです。まあ、じゃあ本当にそんな感じで来年はじゃあもっとぶっ飛んだランディさんが見れるってことですか。そうかもしれないですね。もう毎日コスプレみたいな感じになるかもしれない。今でも毎日コスプレみたいなもんですよ。そこで感じれば、これ以上っていう、これ以上に、うん、はあことかもしれないですね。でもそのためにはやっぱね、はい、痩せないとっていうのがあるんですよ、ね、痩せダイエットしないとっていう。ダイエットはする必要あるんですか。あるんです。ダイエットしないとやっぱね、うん、全部似合わないんですよ。 どんな人になりたいんですか。今でも別に太ってるわけじゃないじゃないですか。太ってるんです。これを痩せてやっぱ例えばじゃあ僕が部族のネタをするとする、はい、部族のネタやりたいんですよ、はい、そうするとやっぱ鍛えられてないと部族感が出ないんですよ、まあ、例えばねダルシムやるにしても鍛えられてないと、どこがダルシムやねん。いや十分だと思う、十分ダルシムになってますけどね。鍛えないとなっていうのは、ね、来年鍛えようかなと思います。鍛えようかな、うん、なるほど。ちょっと来年のじゃあランディさんちょっと効果を鍛えということですね、うん、吹っ飛ぶかもしれない。イエーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。